皆様こんにちは。本日は大変お忙しい中、双方向シンポジウム「どうする高レベル放射性廃棄物2013」第3回シンポジウムにご来場いただきまして、誠にありがとうございます。はい、皆様よろしければ音の出るもの電源をお切りいただきますか。マナーモードに何度と設定の方よろしくお願いいたします。 さて本日のシンポジウムでございますが YouStream で全国の皆様にもご覧いただけますようライブ中継をしておりますこちらのモニターが実際に配信をさせていただいている映像となりますまた中継をご覧の皆様にもぜひアンケートなどでご意見をお寄せいただきますようお願いしたいと思います今後の参考にさせていただきます それでは本日どうぞ最後ままででよろししくお願い,いたしますそれでは早速開始とさせていただきますがここからは本日の進行役を務めていただきます大阪大学コミュニケーションデザインセンター八木恵光准教授そして 東京大学公共政策大学院松浦正弘特任准教授お二人に進行をお願いいたします。それでは八木先生、松浦先生よろしくお願いいたします。はい、じゃ、改めまして大阪大学八木でございます。よろしくお願いいたします。えっと本日の進行はあの？ 前回出ていただいてた方にはわかるかと思うんですけど第1回の司会進行したヤギとあと第2回の司会進行された松浦さんの2人で行わせていただきたいと思いますでまずお手元の資料の方で少し説明させていただきたいんですけど趣旨説明と本日の進行についてお願いというものもご覧いただければと思います。 1> でえっと、第1回、第2回にご参加いただいた方にはちょっと説明が重複しますがこの双方向シンポジウムというもののまあ趣旨について簡単にちょっとご説明させていただきたいと思います。 えとこのシンポジウムの、まあ、特徴というふうに私どもが考えてますのは、えー、と今日は実は壇上に専門家というふうな形の方が挙がられているわけではないんですけども、まあえー、とこの高レベル放射性廃棄物の問題について違う意見を持つ専門家同士がまあ 議論してていいただくっていうのが大きなな枠組みになっています。で、その際にだからどっちが正しいんだとかそういうふうな話をするわけではなくてまあ異なる専門家同士の議論を公開の場ですることによってこの問題をめぐるさまざまな論点というものをまあ壇上にいる者そしてフロアにいらっしゃる方また中継をご覧の方々とまあ共有していくということがまあ大きな目的になっています。さらににに一番下に書きましたように こういうものの議論っていろんなやり方があるんですけれどもなかなかこれがいいっていう方法を一つにたどり着くことは容易ではありませんでそのため前回も少し工夫を凝らしたりしたように今回もまあいろんなちょっと工夫を後でご説明させていただきますけれどもこういう問題をまあ専門家だけではなくていろんな方々とその共有するためのやり方っていうものも一緒にこの中では考えていきたいと思ってます。 でえっと私自身もそうなんですけどもあの企画のすべてっていうのは事務局会議っていうものでえっとせあの決めておりますでここに上がっているのがその事務局会議のメンバーなんですけどもまあ そもそもこのシンポジウムをどういうふうにやっていくかということについてもいろんな意見をこの問題について持つ専門家とかまあいろんな人方たちの間で決めているというのが一つの特徴になります。でここに1回目から5回目というふうに書いたんですけども実際には6回目というのをもう1回やってるんですけども例えば誰に上がっていただくのかとかどういうテーマにするのかということも含めてこのメンバーで決めています。 でまあえっと、ここはもう少し割愛しますけれどもそういうふうな形で、えっと、やっているものですので少しまあちょっとこの壇上の距離感も近いんですけども壇上にいる者だけが議論するのではなくて皆さんと一緒にいろんな論点を共有していければというふうに思っていますで簡単にまあ第一回目2回目の振り返りをしたいと思います1回目の司会進行を私の方がやったんですけれども、えっと、日本学術会議というまあ いろんな分野の専門家の方々が入っているその会議体があるんですけどもそこから原子力委員会に対して去年の9月にこの高レベル放射性廃棄物の処分というものをどういうふうにやっていくのかというある種の報告書のようなものが出ました。前回はこの報告書をもとに とずれちゃってますねすすまませんずれてますけれどもお二人の専門家の方に登壇していただいて、まあ、その学術会議っていうふうな報告書の側の主張とそれに対してまあ地層処分を推進してるっていうふうな側の専門家のお二人に議論をしていただくっていうのが1回目の枠組みでした。 でその中で、えっと、ここにフォーラムメンバーという書き方をしているんですけれども、今日この4人壇上に上がっていただいている先生方が、えっと、フォーラムメンバーという形でこの議論に関わっています。でじゃあ、このフォーラムメンバーというのが何なのかというのをちょっと説明が必要かと思うんですけれども。 専門家の議論というものを私たち共有したいと思っているんですけれどもそれってなかなかそんなに簡単なことではないです。でアンケートの中にもいろいろご意見いただいているんですけどもやはりその分かりにくかったというふうなご意見ですとかまあ専門的な用語ばっかりでちょっとどうかと思ったような話ですとかあとまあ論点が分かりにくいこれは今回に限らず過去のシンポジウムでもさまざま言われてきたものですで。そういうういいいとととこころを少しでででもかかりやすくすくることができないかというふうに考えてあのフロア 他の参加者の皆さんとは別にこの壇上にいらっしゃる4人の方々でそれぞれは高レベル放射性廃棄物の処分に関わる専門家ではないんですけどもそれぞれにいろんな専門性をお持ちの方々リスクに関わることですとか社会のいろんな問題に関わることを専門にされてるんですけどもそういう方々に間に入っていただいてフロアの方々からもご質問いただいたんですけどもこの方々に中心的に議論に関わっていただくことによって少し論点 を見えやすくしたりもしくは用語なども含めた形でその専門的な意見ができるだけ多くの専門家ではない人たちに届くような形にという形でまあ工夫して議論に入っていただいていますで、今日はその4人の先生方にまあその1回目2回目の議論を聞いてどのような点が課題だと感じたのかとか、まあ、それを今後解決していくためにはどういうふうなことが必要かということについてご議論いただきたいというふうに考えております 1>, で1回目の論点だけちょっと簡単にご説明しますとまあ前回はえっと 議論の中でい第1回については、まあ、例えば、えっと、科学的にこの高レベル放射性廃棄物っていうものの安全性を担保した処分の仕方を考えないといけないんだけどもやはりそれがピタッと一つの正解があるわけではなくてさまざままだ分からないことがあるもしくはそういうふうに科学的な知識の作り方みたいなところの,そのどういう人がどういうふうな枠組みでやるかっていうところに課題があるっていうふうな話ですとか、まあ、世代間地域間のまあ公平性みたいなものをどう 担保するのかで、まあ、情報共有とか意思決定をどうやるのかっていうふうなことについて2人の専門家の方にご議論いただきまして大きな論点としては結局その地上に暫定的にって言い方されてますけど地上に保管するのか地下深くに埋める形でまあ処分もしくは保管するのかっていうふうな問いとあとまあ全国に複数箇所作っていくのかというと もしくは、一箇所だけにするのか、というあたりが、まあ、議論の論点となった。これが、まあ、一回目の概要です。で、二回目については、ちょっと松浦さんに譲りたいんですけど。 すませんえー、と2回目は <laughs> えと共同事実確認方式ということでえと行わせていただきました。まあ、これは逆にあの政治的な議論というのはいろいろな形でこの双方向シンポジウム第1回なりまあ今日なりでお話があるのかもしれないですけれどもその前提となっている事実関係の情報がずれているとあの議論が政治的な議論をしても食い違いだろうということでここは逆に専門的な部分に特化してどういうことについては認識がある程度 一致しているのかと逆にまあ認識がずれているようなことがあればどういうところが残っているのかといったことを整理するという形で行わせていただきましたで実際に行われたことは入門のです、ね、石黒さんと神奈川工科大の藤村先生の方でそれぞれこういったようなことが論点じゃないですかということを出していただいて具体的な話をお互いにしていただきながらまたフォーラムメンバーなりフロアの方々からも質問等をいただきながら話を進めていった ということになります。 でまあ、主な論点ということで、あのこれの細かくです、ね、えー、細かい部分については私の方で文章化させていただいて石黒さんと藤村さんの方と今、中身を集めているところなんですが、まあ、その細かいことは、ちょっとき今日はまだご説明できないんですけれども、近々、何らかの形で文章にまとめて、最終的には私の方の責任で出させていただこうというふうには思います。たただあの今日論点ととしてて上がってきたことを簡単にご説明 させていただくと一つは前提や過程の重要性があるよねと。つまり前提とか過程の置き方によって結論は変わりますよねということは、えー 両者とも皆さんあの納得できることということで1つは共通認識として上がってきましたで2つ目が立地選定における安全の判断基準ということで、まあ、これは具体的にはその制度的なあの話が中心になったんですけれども具体的にどういったような制度が現状の法制度あるいは、まあ、あのもう少し現場のところで行われていることとして存在するのかといったことについてある程度整理ができたというふうに思っておりますで3つ目が安全評価におけるシナリオの設定ということで、まあ、いろいろ いろんなシナリオを設定しながら安全評価というものが行われていくことになるんですが、じゃあその設定の仕方とかですね、具体的にどういう風に評価するのかといったようなことについて、ある程度共通の意見といいますか、見解というものができてきたかなというふうに思います。また、創業時の安全というのは、まあ、これは全然結論という形にはなってないと思うんですけれども、これは論点として一つ重要な問題だよということは共通認識としてあったかというふうに思います。まあ、その他の他他論論点点とししててにもいいくつか論点出てまいりまりたので こうういったような議論がをもとに、ちょっと今日はあの細かいところまでご説明できないんですけれども、そういう、じゃあこれからやるべきかどうすべきか、どういうことをすべきかという議論の中で、こういったような専門家のまあ共通認識というものを参考にした議論が進められることを私としては期待している次第です。 ありがとうございます。では、えっと本日の進め方について、簡単にえっとご紹介して終わりにしたいと思います。えっと第1回目と第2回目、今ご説明したように、えっと1ヶ月前にやった議論がありまして、本日はまそれを前提にして、少しそこから発展させる形の議論というものを進めてまいります。で、そのためにえっと大変恐縮なんですけれども、1回目、2回目の議論を全く見ていないという方にとっては少しちょっと分かりにくく感じられる箇所もあるかもしれません。 でそれについてはできるだけ今日初めての方もいらっしゃいますので私たちの方で適宜補っていきたいと思いますけれども少しまあ回目と2回目を前提にするということはあのご了承いただきましたいと思いますでその上でえっと今日はどういうふうに進めるかと申しますとえっとご覧いただけばわかりますようにあのいわゆるこの双方向シンポジウムっていうもので私冒頭に 異なる見解を持つ専門家同士が議論すると申し上げたんですけれども今日壇上にそのの専門家というものは上がっていませんで今日はその前回の専門家同士の議論を聞いていただいたこのフォーラムメンバーの方々にまずは最初前回1回目2回目という風な議論を聞いてどの辺りにその異なる意見を持つ専門家同士の主張の合意点があったのかもしくは逆にどの辺りがずれていたのか。 で、もっと言うと、そのズレが生まれてくるような背景っていうのはどういうところにあるのかって、あたりをまず最初にそれぞれお一方5分程度ずつ、あのプレゼンテーションをしていただきます。で、その上でまあえっと今高レベル放射性廃棄物っていうものを。じゃあ私たち。 当面30年程度といったの区切りをここに置いていますけれどもどういうふうに扱っていくのかということですとかまたそういう取り扱いを決めるもしくはそういう枠組みを決めるための組織とか制度というものがどうあるべきかということについてまずはフォーラムメンバー間で議論をしてもらうこれが前半になります。で1回休憩を挟みまして休憩のときにこれも1回目2回目と同じになりますけれどもご質問というかご発言のための整理券をお配りします。整理券の 順の要は先着順ではありませんのであのまずは整理券を取っていただければその後抽選のような形をしたいんですけどもで後半は整理券をお配りしてまあ発言を希望される方にこちらからとお願いをしますのでまあフロアの皆さんとフォーラムメンバーの方とまあ私たち全体で議論をしていくというふうな形にしたいと思います。そののやり方はは後でももう1回説明いたしますけども実はえっと皆さんのお手元にあの アンケートアンケートなえっ、ー、とご質問、ホームページに寄せられたご質問の一覧のようなものも挟ませていただいてます。で、あの冒頭で私申し上げました。ように、こういう議論のやり方、自体も実は事務局としても試行錯誤です。で、1回目、2回目を踏まえた後。とまあ、このいただいたご意見なども。 あの拝見して中でも議論したんですけども前回はできるだけちょっと時間の制約もあったので効率的に議論をするためにご発表いただいた方の意見をこちらで取りまとめてであの。 専門家の方に振って議論するってことをやりました。で、ただそれだとこのアンケート用紙の中にもあるように、やはり私自身もやってていつもこう何ですか、うまくできているのかなと不安に感じるんですけども、ご質問いただいた声をこちらで取りまとめるっていうのは、必ずしもご質問いただいた方のその意図とかおっしゃりたいことすべてこちらが組めてない可能性も当然あります。で、それに対してまあえっとそうじゃないんじゃないかって思 行かれた方もいらっしゃるようなので後半の1時間はなんていうんですかねもうご自由にというかあの 言いたいことを言っていただいてそれに応えるという形で前回よりもその議論を活発にできればというふうに思っていますただまあご発表というかご質問とかご意見をおっしゃりたい方が人数どのくらいいらっしゃるかによっても少しやり方は変わってしまうかもしれませんができるだけ皆さんの方からも声を上げていただきいろんな形の議論ができればと思っていますのでご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 では早速ですけれども、まずは今申し上げましたように、4人のフォーラムメンバーの方々に、前回の議論を引いて、どのあたりに論点があったのか、それをどういうふうに皆さんが解釈されたのかというのを、まずは5分程度ずつ順番にご発表いただきたいというふうに思っておりますすじゃあ最初に田中ささんんかからよよろしいいですか皆さんおはようございます。 ご紹介いたただきまましし田中と申します NPO 法人地域魅力という肩書ですけれどもあの普段はこの NPO でエネルギー問題ですとかあと地層処分の在り方についてだとかを専門にしているわけではなくてまち、あ、づくりとかあのまあ地産地消の推進ですとか、まあ、そういったことをメインにあの仕事をしながら市民参加という軸であの専門をあの持っております。 私の方から第1回、第2回の双方向シンポジウムを受けて、共通点がどんなところがあったか、それか相違点がどんなところがあったかということで、ご報告をさせていただきたいと思います。あの、あくまでも私が感じたこと、私のあの特に印象に残ったことということですので、あの皆様の方であの不十分だとか、そういったところのご指摘は、あのご質問のところ、ご意見のところでいただければかなというふうに思います。 まず共通点のところで大きく2つの部分が見えてきました特に第1回の部分なんですけれどもあの専門家の2二方が繰り返しおっしゃっていた部分でつながっていた部分というのが便益とリスクの分配公平であることが望ましいあのまあ倫理的に当たり前のことにはなるんですけれどもどちらの方のご主張もこの考え方に基づいた上で 内容をあの違った内容を述べられているというとうころがあり例えば1つ目は時間的観点という括りをさせていただいたんですけれども土地山先生の方推進ということでご視聴いただいた方の方では後の世代の負担にならないように今地層処分という選択をして私たちの体からなるべく離れたところにあの処分をしようというふうなところでした。 それに対して船橋先生の方は、後の世代に選択肢を残すために今、暫定保管ということで置いておこうというお話でした、どちらも後の世代の負担にならないように、後の世代に良いようにというふうな観点で、ただその答えが違っているということでした2つ目ですけれども、世代間公平性ということで、時間的観点とも関わってくるんですけれども、処分方法の適切さというところから考えてみたところです。 やはり後の世代の管理業務負担を極力減らすために後の世代の手をかけないように地層処分という選択をして埋めようというふうなお話でしたそれに対して慎重派反対を言われている船橋先生の方としては後の世代がしっかり管理し続けるために 今の世代が後の世代にとって分からないところに置いてしまうよりは自分たちの手元にあってしっかり管理ができるそのために地層処分は選択しないというふうなお話というふうに理解をしましたまた場所の観点でもお話が出ていましたこれは処分場の場所数ということでお話が会場の方からも出ていたかと思います 処分場は一箇所にまとめた方がリスクが少ない、これはリスク、科学的な視点からのご主張になったのかなというふうに思います。それに対して、あの推進新重派として発表された方の方では、処分場は地域ごとに作った方が公平ではないか、電力,電力の地域ごとに作った方が。 それぞれぞ自分が使ったものに対する処分場ということで公平になるのではないかというふうな社会的視点社会的な倫理の部分でご主張を述べられていたのかなというふうに思いました私はここで処分場というふうに書かせていただきましたがこのちょっと手前にも議論はありまして暫定保管地上で管理をする場所についてもまた同じような枠組みで議論ができるのかなというふうに思いますのでちょっと補足をしておきます また共通点の2つ目ですけれども今後の科学技術の発展に期待をするというふうなところがありましたそのために選択肢は残しておくこれもあのどちらの方もおっしゃっていたことかと思いますただま地層処分を推進するというお立場からはただ先延ばしという形になるのは無責任なので地層処分現段階で一番良いのではないかと考えられる処分方法 を念頭に置いて事業を進めるというふうなお話だったかと伺いましたただしまあこれについては今決めてしまって後戻りはできなくなるのではないかというふうな議論がついて回るかと思いますいつまでやり直せるのかどんな時点でも元に返せるのかそういうふうな議論がついてくるのかなと思います これに対して反対慎重派の方からは最終処分の方法について今の私たちが決定してしまわずに補完して技術の発展を待つこのあとより良い処分方法がいつか見つかることを期待して待っていこうというふうなお話でしたこれに対してはいつ,までじゃいつまで待つのかというふうなお話も出てくるのかなというふうに思います 続いて午後第2回として行われました技術的観点の部分についてありましたけれどもなかなかフォーラムメンバーということで私も前で聞かせていただきましたけれどもこれについて双方向という形で軸を立てて議論するのもなかなか難しいところだなというのが正直な感想でありましたこの非常に専門的な用語なり数字なりがたくさん出てくるこういった技術的なお話について この情報,理解や情報収集や理解のスタンスとして一般の私たちのような国民が変わらなければいけないことはあるのかというところが今後の議論の争点になってくるのかなと思いました。年前のの…以降、社会的合理性ですとか、政策自体へのあの 興味関心ですとかあのエネルギーの政策決定について我々国民が興味を持たなければいけないというふうな意識を持った方というのはすごく増えました今日会場にいらっしゃっているような方々ではない方でも日常的にそういった議論ができるようになってきたかなというふうに思いますその次に科学的な部分についての議論というものもあるのかと思いますけれども、まあ、あのいかんせんすごく難しい専門性が必要だということででもそういった議論についても全ての国民が 意見交換できるようなななな形になっていいいかかけければいけないのか科学技術側が分かりやすく歩み寄ってくるべきところと一般市民として一般市民国民として歩み寄っていかなければいけない部分と両方あるのかなというふうな印象を受けましたこのシンポジウムのテーマが私たちはこの問題にどう向き合うかというところなんですけれども特にその技術的観点の部分について まどのように向き合うのかあの考える必要があるすごく非常に難しい問題だというふうな感想も含めてございましたまた全般についてということで触れさせていただきますま上流の議論と下流の議論という言い方になりましたがまこれは具体的に言うとこれから原子力発電というものをどれだけ使い続けていくことになるのか どうかそういうふうなエネルギー政策の部分の議論をなしにして処分問題というのを議論を進めるのは難しいというふうなご意見とそれはそれとして処分しなければいけない今廃棄物が目の前にあるというところで切り離してとにかく進める必要があるというふうな議論が出ました。先ほどあの司会ののさんの方で ピッックアップされた、えー、と皆さんのお手元にある前回あの、インターネットでご寄せいただいた質問票の方にあに後ろから3番目の,あの質問になりますけれども。えーと 31番という数字であの質問が書いてあるところの方の後半の部分になるかと思います、原発をどうするのか、再処理は本当に継続するのか、核燃料サイクルは実現可能なのか、そこが見えないままいくら高レベル廃棄物の最終処分の話をしても何の意味もないと思いますと、まあ、そういうふうなあのご意見というのも実際にあの出たかといううに思います。 まあこういったことがあのいわゆる上流の議論政策のところの部分の議論を片付けることで処分のについての議論が進むのかどうか、まあ、また、まあ、処分の,あの話を進めて処分の方の議論結論が出てしまうと エネルギーとして原子力発電をこれからどん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 ん使うことになるんじゃないかという,ふうな懸念があるですとかそういった議論の存在をこの方向シンポジウムの中でどう扱っていくのか今回の議題のメインではないかもしれませんけれどもそういったところの話も出てきました。 また、先ほど申しましたが双方向というところの軸の立て方について後半の技術的なとこ信頼性の話についてま u m の推進事業者の方とそうではない科学の 専門で知識がある方とのお話でいただきましたけれども入門の方は事業者として事業を進めているというふうな方で政策的にこれをこうしてこの安全性によって進めていくというふうな立場と少し違うのかなというふうな印象も受けました。 まあそういったところはあの技術的な部分で双方向という軸を立てて議論をするのはちょっとまた難しいのかなまあそれよりもどちらかというと政策決定というふうなところに我々国民がどう向き合っていくのかまずはそこからなのかなというふうに思ったところもありました以上で報告を終わらせていただきますありがとうございますじゃあえっともう引き続きましてまず四人最初にご発表いただきたいので次貝沼さんよろしくお願いいたします。 はい、よろしししくお願いまますすと申先ほどの質問のいろいろいただいた中からあのちょっと1点だけですね目についたところから始めますと29番の千葉県の女性の40代の方っていうのがありますで、まあ、これ何を言ってるかというと、まあ、分かりにくいよねっていう話をしています。でまあ それはじゃあレベルを落とせばいいのかというと、必ずしもそうではないと、で前回あの終わった後にですねとに、えー、スタッフ全員で話しているときにも、あのこれだけレベルを落としているのにまだ分からないのかという議論も出ましたし、一方でまあここでご指摘いただいた通りですねあり、フォーラムメンバーでさえ理解が困難であるような。 とところもあったんではないかとで、まあ、恥ずかしながらですけど、全くその通り理解が、まあ、しにくいところも私自身ありました。でえー、やっぱり例えばまあ福島のまあ話とこの高レベル放射性廃棄物の話またずれてきますけれども、例えばじゃあ福島で中間貯蔵をこれから作るというときに双葉のおじいちゃん、おばあちゃんたちにこういう話なんだよと言って投票してもらわないと、とりあえずあの,人あの村の有名な人がいいって言ってからいいみたいな話になってしまうと、多分それは。 全く民主的なようで全然民主的ではないのかなという前提において、まあ、私は話を聞きましたし、まあ、これから議論もしていきたいというふうに思っております。で、えー、まあそんな中でですね、まあ、これ1枚に、まあ、前回聞いた話をまとめてみるとどうだろうとで、えー、専門家の方からしたら、まあ、そんな単純な話はしていないよということばかりかと思いますけど、まあ、簡単にご説明できればというふうに思っております。でまあ、ポイントこれまあ別にどんな 問いの立て方ポイントの立て方もあるわけですけれども3つあるのかなというふうに思っていますですで、まあ、これ船橋先生から、まあ、あった話で、えー、私自身は社会学を専攻としてますんで、まあ、非常に日常的な言葉なんですけれども分かりにくい方もいるかもしれませんよく「受益と塾の分離」みたいな形で、えー、使われる概念ですでどういうことかっていうと、まあ、利益を得たらその まあまあ、その害っていうのも利益を得た人がまあ取るよねとリスクも取るよねっていうのが普通の感覚かもしれないけども近代化の中でその受益利益を持つ人とそのデメリットを受ける人が分離していってしまってるんじゃないかと例えば公害などを通してそういうのが見れるんじゃないかっていうのがこの樹液と塾という概念なんですね。でえー、ま,あまさにこの高レベル放射性廃棄物 の問題っていうのも受益と塾の分離が起こってしまってるんじゃないか、それが社会的に不正義ではないのかという話がまなされていたというふうに思います。で、えー、まあその点で、えー、まここに書いてあること、まあ全部は申しませんけれども、まず一視点としてはおそらくまあ今申したようなですね、えー、メリットを受けてない人が一方的に苦しいことになってしまうっていうのは。 これは不正義であるっていうのは、まあ、多くの方がま一致できるポイントかというふうに思います。で、えー、まあ船橋先生はまあ,あそのようなことですね、えー、いうふうに言っていると。で、じゃあどうするかというところはまあ多分ズレが出てきているのかなと思います。で、えー、全国一か所の暫定保管施設を作る方式では。 ま違ううんじゃないいかということこううでそのまあ9か所作るっていうのが、まあ、果たしてまあどうなのかと1個作るんでも大変なのに9個作るってもうどういう話なんだっていう話なんだけども、まあ、例えばフィンランドとかスウェーデンの人口の例を出してみると、まあ、このぐらいで作っていくということはまあ合理的にもまあ無理な話ではないのではないかというような提案がまあなされていました。 一方で、まあ、栃山先生の方からです、ねえーまあ、40年から50年かけて4万本ぐらい出てくるうー、まあ、廃棄物を1箇所に集めるのが経済的にも適切ではないか経済的にもということは、まあ、何も必ずしも経済優先という話をしているわけではありません先ほどまあ田中さんからもありました通り1箇所の方うがまあリスク管理ができるというような観点もあるでしょう、まあ、科学的にも社会的にも経済的にも1箇所というのは1つありなんじゃないかという論点がありました。 でまあ、ここ2つのまあズレは多分どちらもともに正義であると思いますでじゃあそこで自分たちがどのような観点を持って、えー、私はこっちを選ぶと言っていけるのかということが重要かというふうに思っています、まあ、時間なかなかないんですのであとの2点は手短に行きますけどもあと暫定補完という話でしたでこれはまああの今後も議論出てくると思うし、まあ、多くの方が、えー まあ、抑えてらっしゃるポイントかと思いますけれども、まあ、地上に暫定保管するのかあるいは地下に最終処分をするのかというような話がなされていましたで、えーまあ、意外とこれ、えー、重なっている部分が対照的なようで重なっている部分があるんじゃないのかなとでそれは例えばやり直す価値があると判断すれば廃棄物は回収可能だよと最終処分でもまあそういう前提はあるよという話とかですねあるいはまあ必ずしも暫定保管はま排他的オプションじゃない。 というまあ視点もまあ,あるらしいということですね。で、ズレとしては、長期の安全,か安全性確保が可能というふうに、しばしば最終処分をするときにまあ言ってしまう、あるいはまあ言わなくてもですね、そういう前提があるんじゃないかと。で、まあ、現在の科学的な知識には限界があるんだから、そこを先に持っていこうよということをまあ船橋先生は強調されていたというふうに思います。ただ、栃山先生がじゃあ、現在の科学的知識に限界が まあ、あるととといいいいううここを認めてないなででは全くないわけですね現在の科学的知識の限界というのは当然あるよと。ですが、まあ、次世代の判断を待つというのは、まあ、いいように聞こえるけど次世代からしたらそれはそれで押し付けなのではないかと、えー、空間的に樹液と塾が分離しているわけではないけれども時間的に樹液と塾が私たちの世代が利益を得て後ろの世代が苦しい思いをするということになってるんじゃないかというような議論がされていたかというふうに 思っておりますで3点目、これ、えーとまあ、前回も詳しく話しましたし、まあ、後ほど多分議論をふく深めるべきかと思いますので、えー、簡単に枠組みだけ、えー、まあお話ししますけども議論の枠組みというところにまあ大きく考え方の違いがあったんじゃないかと。でまあ、かなり前回も半分ぐらい まあこの議論で費やされたぐらいのイメージもありますけれどもえまあ船橋先生は科学的検討の場の分立従属モデルからまあ統合自立モデルへということをまあおっしゃっていました。もっっとフェアな議論の枠組みを作って ここのこと、を検討していかろいろ不整合が起こってくるよねというまあ話をされていたというのが大きなポイントです。で、一方で、栃山先生はまあそのこと自体はまあ認めるか認めないかというふうに船橋先生はだいぶまあ詰め寄るという言い方がいいんでしょうか。そこをあの詰め切,よう切ろうという話をしていましたけれども。 そういう問題じゃなくて、合意形成の努力はもちろんすべきだけども、そこで完全な合意形成っていうのは困難なんじゃないかと、フェアを目指すっていうのは当然すべきだけども、誰から見てもフェアっていうのはないんじゃないかというような,なずれ方をしていたんじゃないのかなというふうにも思っております。まああの他にはまあ細かくここに書いていますけど、1枚で見れる形にしてみましたんで、軽く見ていただければというふうにも思っておりますす以上ですありがとうございます。 じゃあ引き続き村山さん、よろししくお願いいたします、はいえー、っと私はあ,の、まあ今日のテーマでいくと、えー、っとリスクコミュニケーションという分野で活動しています。ここ10年ぐらい、えー、っと化学物質に関して、ですね、まあ、普通の状態で工場から出てくる物質のリスクをどう考えるかということをやってきたんですが、まあ、3.11以降はあのしばらく福島大学にいた関係もあって、 県内の方々のリスク、放射線のリスクのコミュニケーションとか、ですねあるいは最近、第一原発の廃炉に関する監視の協議会というのが県でできまして、私もそのメンバーになって、2月の上旬に実際、原発に行って、4号機の中に入って、ですね上にある指導済み核燃料の状況を見たりをしてきているという状況です。 でえー、っと今日の資料ではです、ね、まず最初のシートで、えー、っと第1回目の会合で、えー、お話があった点について、共通点と相違点ということでまとめました。まあ、かなりあのあの今、お話がお二人からあった点に重なりますので、えー、少し省いていきたいと思いますが、まあ、共通点についてはです、ね、す、ま、で、あ、にお話があったように、科学的な弁の限界、それから不確実性の存在。 それからまあ発生者に応じた負担が必要だろうと、でまあ、やっぱりお互いその理解をしながら決めていくという、まあ、合意形成の場の必要性ですね、まあ、これはお二人とも共通していたのではないかと思います。まあ、一方で、違っている点、相違点としては、ですね、まあ、やはりまあ今の現実から見てどう考えるのかということからスタートするのか、あるいはまあ現時点でも最高水準の まあここまでは絶対できるというベストの解決策を適用すべきかとなんかそういう点が一つ違うところがあるのかなという気がまずしましたこれがあの目標設定に対するスタンスという話ですで2点目はあのまあこれも今お話しした点に関係するわけですが現在で最適だと思えるまあ技術を適用していくのかあるいはまあこれからどんどんあの新しい技術が開発されるだろうと そういうことも視野に入れながら考えていくのかという点が少し違っていたのかなというのがまあ2つ目ですね、3つ目は少しあのうと雑白な話なんですけれども、お二人の話を聞いていて、一方ではどうもですねやっぱり人間はそれなりに信じられると、将来的にもいろんな技術は開発できるだろうし、科学もいろんな発見があるだろうと。 でそういうことを期待しながら将来の世代の可能性を信じるのかあるいは人間はいろんなことをするからもしかしたらあの悪いことしちゃうかもしれないとそういうこともあらかじめ考えてです、ね、そういうことが起きても人間が信じられない行動をしてもです、ね、大,大丈夫なような、えー、ことをあのやっていくのか。 ここではの生前的か制約的かっていうふうに書きましたけどなんかそういう人間に対する見方もちょっと違ったのかなということを感じましたこれが一つですそれから第2回目ではあの石黒先生と戸島先生からお話をいただいたわけですが、えーまあ、これあの先ほど松浦先生からお話がありましたように、まあ、共通点としては前提とか過程に関してやはり 重要なことだとだこれによってだいぶ考え方が違ってくるさらには将来のことですので不確実性もやはりこれは重要ですということも共通をしていたと思いますさらにはどうやってその安全性について評価をしていくのかこれはシナリオを作ってモデルを作って安全の解析をしていくとそういう一般的な プロセスについてはあのそれぞれぞ共通したおお考えでお話ががあったたのかなという気がしますでただ一方でその相違点としてはですね、まあ、私が一番大きく感じたのはその可能性が低い事象をどう扱うかということですねまあこれはあの、まあ、最近の言葉で言うと想定外の出来事をどう考えるかっていうことなのかなというふうに思うんですけども、えー、まあ一方ではその 可能性が低いものについてはです、ねまあ、そういう扱いをすべきではないか、まあ、これはあのリスクという言葉で言われている考え方に近いと思うんですが、まあ、例えば1年に100人の方が亡くなるという事故とです、ね 100, 年にまあ、100年間100倍になるわけですがその分1万人の方が亡くなるという事故があった場合です、ね、100年に1万年ということはこれは確率的には1万年ですから1万分の1だと。 いうことで、100かける1万分の1で、まあ100という数字になるわけですけれども、まあ同じ100なので、1年間に100人の方が亡くなるのと一緒だと、いうのがまあリスクの考え方です。まあある意味でそんな感じでですね、被害が大きくても確率が低ければ。 まあ同じような形でですねえ影響としては小さく見ようという考え方に立つのかまあいやいややっぱり1万人の人が亡くなるっていうのはすごく大きなことだとそういうことが起きた時にどうするのかっていうことに重点を置くのかまあこの点でかなり違いがあったんじゃないかっていう気がしますでもう一つはまあ影響の程度の広がりというふうに書いたんですけどもまあ一方ではですね割と代表的な出来事 まあここでは平均とか中央値っていうような言葉を出してるんですけども何か平均的な出来事をベースにするのかあるいはもうちょっとあまり起きないかもしれないけどもかなり深刻になった場合どうするのかこれはあの先ほどの可能性が低い事象とも関係するんですがまあそういうところに重点を置くのかですねここについても少し考え方が違うのかなという気がしました。 それから最後情報や知見の更新性という話ですが、えーっとですねまあ、やっぱり今後、将来の話ですので、まあ、新しい事実が分かってきた例えば今分かってないけれども将来分かってくるかもしれない活断層の話とかですねそういうことが出てきた場合にどうするのかということに重点を置かれている立場と、まあ、やっぱり今の,今の情報で何とかベストな ま最も良いあの解決策を考えましょうっていうことに立たれているのか、まあ、この点について少しやっぱり立場の違いがあったのかなという気がしました。以上です。はい、ありがとうございます。では最後、ジラクさんお願いいたします。 私は専門家、貝沼さんや船橋先生に近い社会学という学問をやってまして、えーまあ、特にこの原子力ですとかエネルギーの技術についての社会でどうやって物事を決めていったらいいかというやり方の研究をしております。それからあの一般的にコミュニケーションというと、難しいことをどういうふうに分かりやすく伝えるかという方向の研究が多いんですが、私はむしろその専門家の側が専門でない人たちの声をいかに 上手に聞いて自分たちの技術開発を変えていけるのかと、そのためにどういうことを勉強してもらったらいいかと、そういうような研究ですとか、教育に関わっております。そういう立場で、と今日のこのお話なんですけれども、この前の第1回、第2回の伺いまして、私は主に事実認識に関わるポイントというのと、そのお手元にあるのだと裏側に価値観、考え方に関わるポイントって2つに分けたのですが、もうすでに今、3人の方々から、 えあったことの繰り返しになるんですけれども一つまず意外とこれは大きいんじゃないかなと思ったのはですねそれぞれの前回の専門家の方々が説明される時あるいは議論されている時に細かいんだけように見えるんだけれども実は話をする上では重大な認識や言葉の違いがある。例えば死亡処分というのはまあその潜在的に危険性が非常にある放射性廃棄物を隔離するんだと閉じ込めるんだっていう言い方をした時に。 ではそれは具体的にどういうことを指し示すのかと絶対的にもう一粒の分子でも出てきてはいけないみたいなイメージで思っているのか人間の世界から結果的に十分それが離れたところにあって影響がなければよいと考えているのかとかっていうですねこういうことの考え方が実は違うのではないかあるいは地質の安定性とか地殻変動とか大地震ととりわけこの辺りは 震災がありましたので非常に皆さんが心配されるところなわけですけれどもこういう議論をする時に例えば地震が起こったらかなり高い確率で処分場は破壊されてそれはかなり高い確率でその放射性物質が我々の社会に影響があるあるいは環境に影響があると考えていて地震はどうなんですかって聞く人とそういうことがあっても十分大丈夫なんですよっていう技術に対する見方があって。 いや地震が起こった場合はですすねという話をする人とこれは実は同じこの地震っていう言葉を使って地震がこれから起こる確率はいくらですとかいう話をしていても実は全然思っていることは違うのではないかとこういうことがよく聞いていると結構気になりました。 でこういうずれがあるままで,です、ね、今の地層処分のやり方はいいのかとか、とりわけ例えば安全性の評価をするときに、十分安全に余裕を見込んだものになっているのか、そうではないのかっていう議論が続いていたのかなと、ですので、この辺はもしかすると、もう少しきちんと何のことを言っているのかということを議論してから、それからまたこの中身に入るという、非常に手間がかかりますけれども、そういうことをする必要があるのかななんていうことを感じながら、聞いていました。 それからこれもすでにご指摘ありましたけれども、地層処分に関するこれまでの物事の決め方ですとか、科学者、技術者、専門家と呼ばれる人たちの役割、振る舞いに関する評価、特にこれは船橋先生が強調されていて、科学的検討の,場の分立従属モデルという難しい名前の図を示しておられましたけれども、こういうことについて、今までのはそういう問題があったというふうに考えているのか、いや、今までもちゃんと一生懸命、誠実にやってきたんだと。 思っておられるるののかかこういう違いい違も背後にあるのかでそれから、まあ、これらの結果なのかもしれないですけれども信頼ですとか責任ですとかそういう社会的なこととか倫理的なことについて質問があったときに技術的にこれはできますとか安全ですとかですね あるいはそういうことをやってもあんまり意味はないんですよとかっていうようなやり取りになってしまう部分があるのかな例えばその超長期の安全性の話をしている時っていうのはですねもちろん現実に実際どれだけ危ないんですかっていうことも大事ですが他方でそういう分からないことがこれだけ残っているのにやってしまっていいんですかということをもしかしたら人々は聞いているのかもしれない。 でそういう時に、いやあ、自然にもこれだけ長い時間閉じ込めるっていったものがあるから大丈夫ですよっていう説明をしたときに、その質問された方があ納得されて、聞いたことに答えてもらったと思うのかどうかと、この辺は少し、もう少し気をつけるべきかなと思いました。で続いてこの価値観考え方 いうところなんですけれ,ども,これも皆さんもすでにご指摘になったこと私も同じ意見で栃山さんの言葉を借りれば廃棄物の発生により便宜を受けたものが解決の努力をする義務があるというようなこういう命題にはですね多くの人はそれはそうだとおっしゃる方が多いいやそんなことを自分たちには関係ないんだという人はそらはかなり少ないんじゃないかと思います。 でただしこの、まあ、例えば解決の努力っていう時の解決っていうのがポイントでしてここに考え方に大きな開きがある、まあ、今の前のところからつながる話ですけども例えば地層を処分すると地面の中に埋めるんだと聞いた時にそういう地質地層とか地質っていう言葉を聞いたら安定だと思う人はあだからそれでいいんだと十分安全で,でな,なんだったらそれを今私たちがやって将来の人に迷惑かけないのがいい。 まあこういうロジックになっていくわけですけども地質っていうのは変動していてまだ分からないことがたくさんあると思う人はあそう分からないのにやれるはずはないと危ないんじゃないかと確実さがないんじゃないかでそうだとすると今拙速にやるのではなくて、えー、別の方法を探す努力をした方がより誠実なんじゃないですかとまあこれでどんどん話が分かれていってしまうんじゃないかなとでそれからこれも少しちょっと別なことで気になっているんですけども 地層処分という技術そのものがそういう今の安全性の話に代表的ないようにできるのかできないのか適切な技術なのかそうじゃないのかという議論とですね今のやり方ですね例えば政府のやり方であるとか入門さんのやり方だとか科学者技術者のこれまでの研究開発の進め方とか社会に対する態度とかそういうものがよくないんじゃないかとこうしてほしいという意見とはこれはやむを得ないことなんですけれども混然一体となって 専門家の間でも皆さんからのご質問でも出てくるわけですねこれを分けて議論した方がいいのかやっぱり関わり合いがあるので分けられないのかそこはまたいろいろ議論があるところだと思いますけれども少なくともこの2つが相まってですね、議論が出されていたなというような感想を持っております時間がをセーブするということでここまでにさせていただきます はい、じゃあ4人の方々どうもありがとうございました。じゃあ早速少しちょっと議論に移りたいんですけども、えっと今の4人のあの方々のご意見っていうのは？ ご自身の意見を言っていただいたというよりは、前回専門家の方がお二方お二方登壇されたときに、お二人の間でどういうふうなま合意点共通点があったのか、もしくはどこがずれていたのかということに対してま再整理を行っていただいたような形になります。あのジュラクさんの最後のパあのスライドにあったのが割と象徴的だと思うんですけども、今の話を聞いていただいてもわかるように、意見が違うと言っても全部がやっぱり違うわけではなくて、まあ,あのすごく何ていう。 例えば由楽、えー、さんさっきのやつでいうと便益を受けたものが 解決しなななきゃいけないっていけとう,ふうな目標ですとかあと田中さんのスライドにあったように選択肢っていうものはやっぱ将来世代に残すべきだっていうふうな考え方とかもしくはそのほか科学っていうものが今パチッと正しい正解があるわけではなくって当然そこには不確実性みたいなのが残るっていうふうな形で共通のものってものももいうたくさんありますただその共通のものを共通のものに置いていても実際じゃあ具体的にどうするかっていうふうな話になった時に そこにこう取るべきもしくは逆に何て言うんでしょうね今のこれもジュラクさんの最後のやつにありましたけれども取るべき方法論を考える時にそもそもそういうことを要はやって中心的にやってきた人たちに対するまあ信頼とか評価っていうところにズレがあるっていう形でまあ議論は進んできてたかと思います。 でえっと、すみません私のスライドになりますかねで、そういうことを踏まえた上で議論なんですけれども、あすみません戻る、はいえっと、皆様のお手元にも入っているんですが、ちょっとすみません、1枚、私が最初に使ったこの趣旨のお願いの後ろに、1枚こう、オレンジっぽい感じの白紙があ、オレンジのパワーポイントの白い紙が1枚入っていると思います、すみません、タイトルついてないんですけれども、これが本日の趣旨のお願いの一番最後、ちょっとほっつき掃できなかったものになります。 白っぽい紙で、えっ、ー、と透明コテと同じものが上の方に入っている1枚紙が多分お手元の資料にあると思います。しあ白黒あすいませんお手元の白黒のようです。えっ、ー、と白黒ですけどもこれともう1枚スライドがあるもの。えっ、ー、とこの2つのところをえっ、ー、と今日は少しちょっと議論の中心に置きたいと思ってます。でこれはえっ、ー、とどういうふうに形でちょっと論点を絞ったかだけ補足しますとあの今のじゅ フォーラムメンバーの方々4名の方のえっとスライドをえっといただいて、それをこの全体の企画を運営している事務局メンバーの中で議論して、まずは一旦この辺りにちょっと議論の中心を置こうということでまあ決めたものです。で、まず一つ目にはまあ今の議論の中にあります。具体的にじゃあ、この特に当面。今この高レベル放射性廃棄物っていうものを。 どうするべきなのかでそれは一番中心的には一番先に方法論って書いてるように今国の。 基本的な方向性というのは地層処分というものをゴールに置いてそれに向かって進むただその向かっていく途中のところで当然いろいろな形であのやり直しが効くような方法とかのありますけど地方処分をゴールに向かっていこうとするのかもしくはえっと第1回の船橋さんの議論の中にもあったようにそういう形で地層処分というゴールを目指すわけではなくて一旦はそこはまあ白紙にしてえっと暫定的に保管をしつつやり方を考えていくべきなんじゃない ってが一番議論の分かれ目だったんですけれども少しこの辺りのことについてまあ他の論点でも構いませんけれどもここからはフォーラムメンバーの方々それぞれのご専門の中でまあお感じになるところとか解決に向けてはこういうことが必要なんじゃないかもしくは専門家の先生方はご指摘されなかったけれども他にもこういう課題があるんじゃないかという辺りについてご意見をいただきたいんですけれどもここからは自由にですがいかがでしょうか。 横で見合って黙っちゃいましたけどじゃあジュラクさんが一番最初に反応してたのでジュラクさんからお願いしてもよろしいですかはいえーと何言ったらいいのかよく分からないんですけども <laughs> えっと、まあ、この論点いずれも大事なんですがこれだけじゃなくてですね私はその,この公平性の議論に関わるんですけどもじゃあこの地域間っていう時にその リスクを低減で一箇所か電力会社ごとかっていうこともあるとは思うのですがあのもしかするとおいろんなご意見を見てるとですねその責任の公平っていう意味だとこの技術とか事業原子力で電気を作るということを中心的になってきたような専門家の人たちとそうではない普通の人たちの責任の分担みたいな話もあるのかななんていうことを今瞬間的に言われて。 思いついいつたここととはそういうこともありますですから例えばさっき私のスライドの最後のところでその便益を受けた者が解決の努力をする義務があるっていうのはおそらく多くの人は合意可能だっていうことを言いましたがじゃあその便益を受けた者っていうのは誰かっていうことを考えるとえ人によったらこれはいや都会の人が便益を受けていて地方の方はそれほどではないみたいなイメージでこの言葉を受け取る人もいればですね中にはこれを中心になって進めてこられた方の方が あって、えー、あまりそういうことは知らされずに普通に生活してきた人たちはあ主に便益を受けた人ではないという考え方もあるかもしれませ、うんし公平性の議論をするというのであればその誰と誰の公平なのかっていうことも議論にならざるを得ないのかでこれ世代間もそうですよねいつもの議論になることですがど,どういうふうに世代って簡単に言いますけど。うん え明らかに今もうご高齢の方と生まれてすぐの人を同じ世代って入れて議論するべきなのかそれは別な世代だと考えるのかあのこの辺が世代間の話とか地域間の話とか公平性とかっていうのも簡単に言ってしまうんですけども詰め始めると皆さんそれぞれご意見はいろいろ違うのか何を意の一番にイメージするかっていうところが違うのかなと感じました。 なんか最初のご指摘にもあったように概念として考え方としては共有できてもじゃあ具体的にって話になってくるとそこでいろいろなずれは生まれてくるものかなといかかかがでですすさんは頷かれてましたけどあのそうですねあの先ほど空間的な樹液と塾の話というふうに言いましたけどもあの、まあ、前回も議論出たのかもしれないちょっと覚えていないんですけどもやっぱりじゃあ,あの9か所にしますと。でえー、それぞれぞの 電気のまあメリットを受けている地域でそのデメリットを受けましょうという話になった時にじゃあその9か所の中のどこの地域かと9か所みんなでメリットを受けているのに9か所の中のでもある限られた狭い領域ある村がまあ結局廃棄物を受け入れなければならないんだとすればそれはそれでまた不正義があるのかもしれないという話に具体的にすればなっていってしまうわけですよね。 じゃあ現実的にどうするんだっていうことがまあ必要になるのかなというふうに思っています。で、まあ、1ヶ月でいろいろ考えたんですけども、まあ、大きくどういう言い方がいいのか難しいんですけども2つこの問題を解決するまあ方向性それが現実的にできるかどうかは別にしてですねあるのかなというふうに思っていて。 1一つは政治的な解決性と呼べるものだと思ってるんですけどもつまり今みたいにもう可能な限りみんなでそれを負担していくというところで合意形成をしていくとだから9か所にすべきなのかもしれないし例えばやっぱり一番じゃあそのある地域で受け入れましょうと1つ受け入れましょうその時にやっぱり一番経済的なメリットをまあ享受しているだから経済性がまあ経済的に発展している地域 まあ、その地域の生産高が高いような地域にそれを置きましょうっていうような、まあ、そういう議論をしていく中で政治的に解決していくっていうものですでもう一つが前回、えー、っと取引っていう言葉だったのかな、えー、っとちょっと忘れましたけどもやっぱりそれは熟って言ってしまうとただ苦しいだけっていう話になってしまうけれどもそうじゃないんだと、まあ、そのデメリットを受け入れるか代わりに改めてメリットを得ていくんだ。 っていう話もあるんだと思います。もうちょっと具体的に言うとまあ、この放射性廃棄物を受け入れることによって地域振興策がくっついてくるよとかでただ地域振興策がくっついてくるからといってそれをずっと受け入れなければならないとまあよく原発については原発マネーによる麻薬的な効果とかっていう言い方がされます。それと同じようななななやっぱり麻薬的な不健全な社会の在り方ではなくて、まあ ある一定期間だけ受け入れてそれに相応のまあ経済的なメリットなり社会的なメリットなりを受けていくんだっていうようなそういう市場的な解決ですねマーケット的な解決っていうのがもう一方にあるのかなとでこれもまた多分抽象的で具体的に話を詰めていくとですねもっと複雑になっていくわけですけどもこの両方の、まあ、ある種の正当性の軸と合理性の軸をうまく取りながら議論していくというのが一つです。 ていくになるのかなと思いました、うん。ありがとうございます。他のお二方どうでしょう。今のものに引き付けてあ、ちょっとはい。えっ、ー、と今のお話の中で、まあ、あの処分場処分地を引き受けてくれたあの町に、あの金でほっぺたを叩いて処分場を頼むみたいなやり方だけはあってはならないというふうなお話だこと,とかご意見だとかがあのは。 が必ず出るというふうに思いますただその地域振興策って今貝沼さんは表現されたんですけれどもその地域の方、まあ、それは外から見ていてそのお金であそこはっていうふうなのが美しい美しくないっていうのはあくまでも外からの見方であって一つの自治体の選択肢としてそこの町がこういうふうな発展をしたい。 ただあの、そのきっかけがつかめないでその結果がそういうふうな金銭的支援経済的支援それが期限があるのかないのかというのはまた別の議論ですけれどもそういうものを求めるということがあれば何もその考え方をその頭からあの否定してゼロにしてしまうというあのこともないのかなというのを前回の議論を聞きながらあの思いました。であの 私あの地域で結構狭いところで活動しているんですけれどもその地域の決定と、まあ、その日本国全体としてこういうやり方がいいよねという,ふうな議論と両方やっぱり別に議論が行われるのかなというふうに思いますでその地域の当該地になるところと日本全国との議論でまたそこにも双方向というふうな議論が出てくるのかなというふうに思います。まあ、その 今日あの私にの自分の思いだとかっていうのをどこまで主張していいのかわからないんですけれども、はい、あの先日聞いてて思った感想としてはその地域の方の考えというものを十分に汲み取れる方式というのがいずれどんな決定になるにし,たしてもあのプロセスの中に組み込まれることが必要だという感想を持ちました。ありがとうございます、えーと 私も今聞いていてて今田中さんのご意見はまあそれが地層処分というふうなやり方であっても暫定的にどこかに保管するというやり方であってもっていうふうな多分ご指摘だったと思うんですね。であの地域の振興ということは私自分は専門ではないけど難しいと思うのは飼沼さん一定期間というおっしゃり方をされてたんですけども実際一定期間ある程度そういう形で町を作っていくっていうのの。 力っていうのはじゃあすっとなくすとかそういうことできない形でまあ人間関係とかいろんな思いも含めていろんなとこ隅々まで影響を及ぼすものだっていうのが多分今まで私たち学んできたことだと思うんですけどもそういうことにこう引きつけた時に何でしょうねその 地層処分とか暫定保管みたいなものも含めてなんかそのやり方とやっぱりそのやり方で取るべき手段とどういうふうにその地域のことを考えるのかってやっぱりセットのような気がするんですけどもだからえっとどちらでも一緒だっていう話なんですけどちょっと私もうまくまとまってないんですけど。 どの方法を取り得るのかっていうのと、どういうふうにその地域にお声掛けをするかとか、もしくはどういうふうなところが選ばれていくのか。やっぱりセットなのか、それは技術論は切り離せるのかみたいな話にどうお考えになりますか。どうぞ、はい。えっと。あの、今の点、公平性についてですね。前回、私、船辺先生に質問をしたときに。やっぱり、いくら、先ほど、かえさんおっしゃったように、いくら分けてっても。 細かい単位で見るとその村にとってどうなのかって話になってくると思うんですね。その時に船越先生は武蔵野の例を挙げられて、はい、一般廃棄物生活のゴミにを焼却する時には市役所の近くに建てたりしてまあ,あのその地域で出たゴミをその地域で処分してるという例はありますよという話をされたんですね。うんうん、でただだ生活系のゴミはです、ね、非常にに身近しそんなに長い あの期間の話ではないので、うん、まあ分かるんですけども産業廃棄物のようなものになってくるとやっぱり自分で出たところのゴミがどっかに行って処分,処分されてる、うん、で今回のこの高レベルの廃棄物はもうまさにそれの究極の話でですね、えー、っとすごい長い期間やっぱり面倒見なくちゃいけないわけですね。そそれをのの地域の人たちが どういう還元がいいのかどういうメリットを受ければいいのかっていうことを考えるのは非常に難しいと思うんですね、うんうん、で最初にあの設定されたように当面30年っていう区切りをもしつけられてその後はまたゼロからスタートしましょうという話であれば、うん、まだ議論しやすいかもしれないんですけども、うん、これからその例えば地層処分のようなものを作ってもう本当に何千年何万年ぐらいでしょうか。 まあもし間違いがあれば指摘していただきたいんですが、うん、もうある意味もう何世代何十世代にわたるその責任を取らなくちゃいけないということを簡単に決められるかというとですねこれはちょっと非常にきついなというだから当面、例えば30年という区切りでそこからまたリスタートという話であればですね、うん、分かりやすいんですけれどもそそは非常に難しいですね、うん、そうですすねねうだからこのまあ当面30年という設定がちょっといいのかという問題もあるような気がするんですけども 少しだから少しこの後ろの方の議論にもつながるんですけども例えば仮にでも当面30年でゼロだっていうふうに言ったとしても。 今じゃあそういうふうに言うことが信用されるのかというとまたちょっと別の問題がそこにはあるというふうな課題というところで本当は分けて議論したいんですけどもやっぱりどうするかというのとそのどうするかを決めていく組織とか枠組みというものが本当に信頼されるのかそこで言っていることはそうだと思われるのかもしくはそこで30年って言って結局そのままなんじゃないのという疑念というものが生まれてくるのかというたりにもちょっと議論はつながってくるかと思うんですけど志楽さんいかがですか、ね 難しいですでそのやっぱり30年っていうふうに区切ってっていうことがまた信頼されるかどうかっていうところにまた戻ってしまうと思うんですねこういう話っていうのは。当面の話をまずはしなくちゃいけないですねっそれは全くその通りで、えー、ずっと長いその数万年とか10万年とかいう話をしている間にも、えー、今の瞬間も廃棄物は存在してそれが。 あれわに害を及ぼさないようにしなきゃいけないわけですからそうするととりあえず身近なところから近い時間のところから議論しなきゃいけないっていうのはその通りなんでしょうけどもあの今先生おっしゃったような難しさがあるっていうことは誰でも分かってますのでじゃあ30年経ったからうちは30年の間の責任を引き受けましたからこの後はまた社会全体で考えてくださいっていうふうに言ってすんなりあそうでしたねっていう話になるのかどうかっていうことがまたクエスチョンマークが ついてしまううと思うんですねだから時間を区切らなきゃならないっていうのはその通りなんだけれども時間を区切ることがそこまで本当にこのまあ合意形成っていう言い方をするのか意思決定っていう言い方をするのかいずれにせよ物事を決めるのをどのぐらい簡単にするのかっていうのは思ってるよりはちょっと悲観的にならざるを得ないのかなと思ったりするんですけどその辺はむしろ他の方のご意見も私は聞きたいとう,ん、どう,でしょういかがですか。どうぞはい あの今回この資料を最初に頂い,いて、えっと、今まではまあ地層処分と国が決めたのでその方向で進めていくっていうふうなことがまあ,あったんですけれどもそれに対してあの今回学術会議の方から「いやちょっと待てと」と処分地も見つかりそうにもないし暫定保管ということで。 少し考えてみてはどうかという話が上がってきた時にちょっとほっとしたというかあのそんなに急いで決めなくていいんだということで、まあ、あの一旦。 あのちょっと体の力が抜けたようなあの気がしたたんですでただあのそれは間違いだったなというふうにあの議論を聞きながら気づいたのは、まあ、暫定保管ということで、まあ、問題が今決めなくてもいいということになっただけであってそのやっぱ保管されている場所っていうのがやはりあるわけで,でそれを受け入れている場所でそれがまたあの1箇所にするのか9箇所にするのかで既にもう置かれている場所もありますしそういったところの あの方たちはこの暫定保管で行くことに国が大きくかじを取りましたっていう,ふうになったときにどういうふうに考えられるのかなとあのまだえっと,とりあえず置いておくっていうふうな状態で保管されているということが適切に処分をされるということに比べてやはりリスクがあるのではないかという,ふうに思ったのも事実ですで。えっと まあ、そうですね。あの暫定保管ということで、あの一旦終わりではなくて、うん、まあそこはそこで。でもそのそこをどうするのかっていう話がありました。で、前回の議論の中でも。 でその暫定保管だったら最終処分じゃなくて暫定保管だったら受け入れてくれる土地もあるでしょうみたいなの話も少し出ましたでそれはその違いは何なのかということであの質問もあって議論ができたんですけれどもそれは暫定保管ということだったらいついつまでうちの土地は置いたから今度は次に回しますもう嫌になったんで次に回しますう、ね、まあそういうふうな選択肢がその土地に 地域にいつでもあるので暫定保管だったら、まあ、の場所も決められやすいしみんなであの順番こに、まあ、一定の,あの安全性が確保されるところという条件はつくんだと思うんですけれどもあの進めていけるんじゃないかというふうな議論が出たのかと思います、まあそれが現実的にどれぐらいリアリティがあるのかというところは少し疑問が残ったなという印象があります。ですやっぱり 合,合意形成のために暫定の方が可能性高まるという、あのー、ことはいろいろ懸念される方もいると思います、まあただ事実としてそうなるんではないのかなということはあのー、思います。というのはあのー、私福島県でまあ復興のことをやっててですねで今、まあ それぞれぞの家から出る汚染土壌とかをどうするかっていう時に、まあ、仮置き場を作りましょうとで、まあ、ご存じの方もいるかと思いますけども自治体ごとに保管をする仮置き場を作っていきましょうという話なんだけど全く同じようにいやうちの隣の空き地だからってあのそこに置かれるのは困るってなった時に何,何が起こってるかっていうと仮仮置き場を作りましょうという動きがいくつかの自治体は出てるんですね。うんはいはい でまあ、それはあの、まあ、家の場合だったら自分家の庭をちゃんと掘って3 0ンチ土をかぶせる形でそこに置いておきましょうとか、まあ、あそれぞれのまあカリカリ置き場をとりあえず身近な合意できる範囲でやっていくということをやって、まあ、それは一定の,あのでただまあ全ての自治体がそれができているわけじゃなくていくつかの合意形成ができた自治体のみで進められているような状況があります。でえー、多分これも,でも問題はあって じゃあそれを本当にそれでいいんじゃないっていう話になっちゃいそうな懸念もしています。で多分やっぱ重要なのはじゃあちゃんと仮仮置き場から仮置き場へ持っていきましょうっていうまあインセンティブを何らかの形でくっつけていかなきゃならない。でそれは多分まあ政治上の行政プロセスとしてやっていくことなのかなというふうに今漠然と考えています。っていう事例がありましてやっぱりまあ暫定的にっていうことによって話が進みでその中で議論が活性化されるっていう。 まあ一側面はあるし、それは決してあのタブー視し,してえーばかりではダメなのかなということもま今考えています。質問させていただいてもいいですか。あのおっしゃる通りの事例はあると思うんですけど、ただえっとその受益塾という話にもつながるんですが、今の福島の状況はあの望ましいことではないですけども、カリカリおきぼを作ることがその人にとってまあ 駅にもなり区を下げなんか一致してますよねそこがでやっぱり高レベルの話になるとそこは要は一致しにくいという問題があるのその辺についてはどういう違いがあるというふうに,お感じになりますかまあ今のお話を伺いながらなんですけども、うん、もうちょっとじゃあそこをちゃんと一致させる形での暫定っていう制度の作り方もあるのかもしれない。うんうんうん でそういうい多分議論自体がなくてとりあえずどこか返境の地に置いてしまいましょうみたいな前提にどうしてもなってしまうこと自体を多分変えていくべきなのかなと思います、ねはい、どうなんでしょうね。ちょっと話を 違う方向にと思ったんですけどもで一方であの前回、多分地層処分を推進するべきという栃山先生がおっしゃっていたのはその暫定という状態を保つことのまあリスクですよねということもご指摘されていたと思うんですけどもそのあたり、何か村山さんご意見りりになりますかリスク論的に見たらど,どっちともまあ言い難いと思うんですけど。非常に <laughs> リスクとしては難しい問題だと思うんですけども、あのまあ、一つ思うのは、ですね仮にその地層処分をやったとしても、この前の資料にもあったように、相当時間がかかるわけですよね、おそらく20年、30年はあの文献の調査から始まって、建設まで結構かかっちゃうと。だ結果的にその 期間はどっかに保管しなくちゃいけないっていう話になるような気がしていて、で、まあ、すでにこれまで、あの市町村から募集をしたり、まあ、これから少し違う仕組みも出てきているという話なんですけども、まあ、それなりにもう結構時間を使ってきているわけですよね。で、その間、何をやっているかというと、結果的には保管をしている。 わけでまあ、それ制度的に決めてるかどうかは別にして保管事実上保管の状態になってるわけですよねだから仮に今年から暫定保管か地層処分かって話をしたとしても地層処分はもうやっぱりもう30年40年後になっちゃうような気がするのでやっぱその間は暫定保管しなくちゃいけないんじゃないかという気がするんですね。だからある意味 どっちかっていうよりはどっちもやんなくちゃいけないんじゃないかうん、うん、じゃあその場合にその暫定の方はどういうふうに考えるのかっていうことをもうちょっと真剣に考えてもいいような気がしますけどもねうん、うん、その場合にその暫定っていうことはまあ前回も議論になったように本当に暫定なんですかっていうことは常につきまとってしまっているので <laughs> その点を例えば非常に制度的にですねしっかり決めるとかですね なんかそういう仕組みができる必要があるんじゃないかなって気がしますけど、ね、すちょっと今論点が後ろの方に行ったのでちょっと後ろの方に行ってみたいと思うんですけど結局そうなんですねぐるっと戻ってきてどんなにこう決めていってもその制度を担保する、まあ、それを信頼という一言で呼んでいいのかどうかは分からないんですけども現実には本当にそうなんですかっていうのが常につきまとっている課題っていうのはあると思うんですけども。 どうですかね、前回のことも含めて、まあ、その今の制度みたいなものとかもしくは制度を、まあ、えっ、ー、と司る組織に対する、まあ、いろいろな考え方というのはあると思うんですけどどう,どうでしょうかという振り方になるんですかねど,どなたかご意見ありますでしょうか。例えばそれぞれぞの スライドの中では明確に実は書いているのは呪クさんのスライドだけなんですよねその現行の処分事業とか施策っていうものに対してのまあ意見っていうものがちずれがあったんじゃないかっていうふうな書き方だと思うんですけどよろしいでですすか、はい、えっとそうなんですだから私もこのことはすごく気になっていて、まあ、いくらこういうこともやれますとかこういう。 アイデアもありますという議論をしてもですねいざこれをじゃあやりますかやめますかと皆さんどっちがいいですかっていう話になるとその人たちに任せられるのかどうかっていう話にならざるを得ないと思うんですねその話を聞いて納得できるかどうかそれは皆さんが大きなお買い物をされる時でも何でもですねお想像していただければあの分かることだと思うんですで、えー、今この瞬間の状況だとこの原子力に関係するような 政策であるとか技術であるとか専門家であるとかっていうのはやっぱりこの前の事故のことを思い浮かべてその後しかもまだいわゆる解決っていうには全然程遠いような現状が続いていて困っている方々がたくさんいるだとするとえじゃあそのやり方であなたやってみてくださいっていうふうに言える人はやっぱり極めて少ないっていうのがまあ現状なのかなと。については 実際前にどこかでこういうことをやったことがありますとかですねこれに近いことをこれだけやってとかそういう判断材料に非常に乏しいと思うんですねそのことがやっぱりその物事を決めるのはすごく難しく決めろと言われてもまあほとんど困ってしまうのが社会の今の状況かなとただその関連することからの類推から言うとちょっと今は任せられないっていう方にどうしてもならざるを得ない。 でそうすると先ほど貝沼さんも言われたし森山先生も言われたようにこう積極的に決めてこうなりましたっていうよりも事実として保管みたいなことも続かざるを得ないしその仮仮置き場みたいな非常にその現場でどうしてもこう何とかしなきゃいけないので給与の策みたいなものが出てきてっていうことにならざるを得ないのでそこを。 どういうふうにしたらその信頼できるとかできないとかこの人たちにこの枠組みでとかこの技術でっていう判断がそもそもできるようになるのかっていうことを考えないとあのいろんなその暫定補完ってアイデアだけポンと出てもそれに社会は乗っかっていいのかどうかを決められないんじゃないかなと。 思うんんですがすがいいまません話を難難ししししくたその通りなんですね難しいな難しいなと思いながら私も今司会をしてるんですけどこうだから信頼できないっていうことはいろんな形で当然言えるんですけどじゃあどうやったらできるのかっていうものに対して当たり前だけどそんなに綺麗な答えは出てこないと思うんですけどどうなんですかねはいどうぞ。はいあのー 専門家というところと,あと政策決定とか政策の推進というところと2つ組織というのは今出てくるのかなと思うんですけれども後者で述べた政策を進めていくような主体決定していくような主体については1つの考え方なんですけれども人員が流動的にできるような組織という考え方が1つはあるのかなというふうに思います。よく あるようなどこ,からどこどこという研究所から必ず1人出してくださいとか既存の機関から1人ずつ出してくださいというような形だけではなくて工房ですとか一般国民がある程度関われる枠が常に用意されていてそこは固定的なメンバーではなく なり、3年なりのあるいはもっと別の期間でもいいですけれども関わりの期間が決まっていていろんな方がどんどん出入りするような組織というのが信頼に一つ近づけるようなところもあるのかなというふうに思いますあの進め方についてもその見直しの機会,見直しの機会あの自治体ですと総合計画ですとか都市マスタープランだとかそういうのも作ってまちづくりを進めますけれども あの必ず現状に合わせた見直しあるいは当初予定していなかったような事象が社会に起きた時の見直しそういうところのフットワークを軽くする組織というところが信頼性というかより現実的にあの物事が進められるのではないかなという考えを持っています。もう一つ分けて専門家ののの話で第1回の議論とに 従属モデルというふうな表現もありましたけれども政府がお抱えの研究あの科学者の,あの意見を聞いてやっているのではないかというふうなあの見方があるというふうなところがありましたただあのそこでやっている方たちはあのすごく一生懸命あの自分の科学者としてのプライドにかけてやっぱり取り組んでいらっしゃる方があのいらっしゃると思いますのでそこについては私はどうであるというふうなことは言えません ただそういうふうに見られるということがあるのであれば、その科学者の集合体というものが複数存在しているべきだというふうに思います。あの科学の答えは一つだというふうなあのところもあるんですけれども、そこのどこの部分まであの不確実な部分に判断をするかだとか、あの。 範囲の問題ですね、まあ、どこまで扱うかというふうに言ったところは科学者集団によっても見解が分かれてくるのかなと思いますそういったこのフォーラムシンポジウムの実行委員の方もあの推進側と身長側と両方であのいろいろあったことだって言いながらこういう場を作ってるって言われるんですけれどもやっぱり科学的な観点についてもいくつかまあ 科学的派閥って言ったらいいのかな適切な言葉が見つかりませんが異なる見解を出す可能性のある科学者集団がいくつか独立して存在をしてそれらの提供する情報だとか事実だとかそういうデータだとかそういうものを並べて まあそこかから政策判断のの方につなげるとといいいいう仕組みがいいのかなと思います私の関心事項としてはそこから科学科学的な見方いくつかあります、まあ、データもどこまで取るかありますっていうのが出てきた時にじゃあこの A というグループの考え方に一番近いやり方でいきましょうかとか B にしましょうかとか A と B の折衷案の第3の案でいきましょうかとかそれを判断するところに。 やはりそこも専門家じゃないとできないのかできればそこに国民が入ってま国民ヒューリスティックという言葉もありましたけれどもちょっと感情の部分もやっぱり納得できるような科学的説明をいただいた上で決めていくのかまあでもそれにしても言葉難しすぎるなとかそういう誰が決めるのかという議論にはなりますが組織の在り方としてはそういうところかなというふうに思っています。 多分だからその科学的な判断というか知識が生産される場の作り方とそれに基づいてどう決めるかって多分今2つの話をされてたと思うんですけどもこの辺りは完全にジュラクさんんが専門なんででですすよね <laughs> いいところばっかり来るのであれですけどもあのそういう話全くその当時だと思うんですけど私こういう話する時にはさっき言ったことと逆のことを言うようですが期限を区切ってやってみるっていうのは大事かなっていう気は。 しますだからあのやっぱりその判断の材料がないっていう話をさっきしましたけど判断の材料を作るには時間と何をやるのかっていうことを決めて実際やってもらうとでその期限が来たらできたのかできなかったのかレビューしてでどうしたらいいのか研究開発でもそうでしょうし実際に事業としてその処分場をもし作るとしたら穴を掘るんでしょうから穴を掘って見てもらうとかですね。 今の段階ではじゃダメで、で将来もそこに埋めるのではないそこは処分場にするんではないけれども本当に例えばその入門なら入門が掘ってそういう処分場を言ってた通り作れるのかどうかっていうのをまず小さい規模でやってもらうとかですねでそれは10年でやってください場所を見つけるところから含めて自力でやってみてくださいできなければそういうのは絵に描いた餅ですねってこういうふうに区切って何かその小さいステップごとに ややっっててもらってそれをを社会がレビューするといといけないいいうり方しななけ思ですから例えば今日のこれもそうでこういうのは有意義ですねって言ってずっと続けていたらきっともしかしたら駄目でこれは3年ぐらいなら3年ぐらいやって社会からの意見をこういう形で政策内制度なりにエネルギーとか反映させましたとかでそれをどうでしたかねっていうそういうやり方でやっていかないとこういうのはいいと思いますとかこれじゃだめですっていう話は、うん。 いくらでもまあわ私なんか例えば研究者ですからそういうことは言えますが、それで実際にどうなる社会として答えを出すにはそういう期限を区切って実際やってもらってレビューしてっていうプロセスを回す以外には方法がないような気がします、うん。他の方いかがですか今の関連で。そう,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 うですね。でもなんか,<何>かあどうぞ,どうぞはい。 えとちょっと今の観点でって言われるとちょっとずれてるかもしれないんですけど私が考えるその信頼っていうのはまあリスクのコミュニケーションいろいろやってきて感じることの一つはまああの専門家なり組織もそうなんですけどやっぱりまあ,ある意味やっぱり専門的な知見まあ知識は必要なので分かっていることのレベルの高さっていうのはもちろん信頼されると思うんですが逆にこれは分かってないっていうこともちゃんと言わないといけない。 これも多分専門家に求められている様子だと思うんですね。で、まあこれは割とあると思うんですが、もう一つは責任の取り方っていうんですかね。ちょっとこれは言い方難しいんですけど、どれだけその問題に体を張ってるかっていうことも結構私は信頼にかかるような気がしていて、うん、例えばあの三点一以降福島で、まあ海野雅さんもおっしゃったその廃棄物の 問題が出ててきちゃってるわけけですけどもまあそれぞれの市町村でどこにゴミを捨てるかっていうことを議論になった時にやっぱりどこにもやっぱりつくりたくないわけですよね皆さん <laughs>。その時にまあ市の職員の方とか自治体の方がいろいろ議論の中心になるわけですけども最後の最後何で決着するかっていう話になった時にどうしても問題が出てきた時はもうその職員の庭に「作ります」と <laughs>。 そそういううい話をされるそうなんですねで決してその市の職員の方は専門家ではないですけどやっぱりどこまでそういう責任を持つかっていうことは一つの信頼をに関係することなのかなっていう気がしています。でもう一つの例としては放射線のリスクの議論をする時にまああの日本にも結構そういう専門家の方いらっしゃいますけどもやっぱり東京から行くよりは福島に住んでいて 自分でそのリスクの問題を一人の,その県民としてですねあの捉えている人たちの方がやっぱり実感はあるんですよねできればそういう人に来てほしいって話をえしばしば <laughs> 受けるんですけどもそういう意味でなんかその責任の取り方というか体の張り方みたいなことも結構大事なのかなっていう気がしてます。あともう1つは やっぱその問題にどの程度関わってきたかっていうなんか歴史的な問題というかまあ経緯っていうんですかねなんかそういうことも関係してる気がして同じことを言ってもやっぱりえ昨日今日来た人ともう10年関わってる人でやっぱり全然重みが違う <laughs> これはある意味科学的な言い方ではないかもしれませんけどもなんかそういうことも結構あるような気がしていてなんかそういう。 全てを含めてなんか信頼されるみたいなですね話が出てくるような気がするんですねちょっとずれてるかもしれません。あのおっしゃる通りで個別の現場レベルっていうのは多分そうなってると思うんですけどそれがまた。 このの問題の難しさだと思うのは最初に結局村山さんおっしゃったように30年ぐらいだとそれで持つんでしょうけどもっていう話に裏返って戻ってくる話に今なってるなとある期間を決めてやれば話はそれなりに進む気がするんですだけどそれをこの高レベル全てに広げちゃうと途端にやっぱ話がすごく難しくなっちゃうだからそのどの程度の期間に決めるのか その期間を決めたということがどの程度、確証が持てるのか担保されるのかというところがまあ一つの論点なのかなという気がしますけど、ね、沼さんのスライドであの議論の枠組みってあとでっていうふうにおっしゃったところ今のと少し関わってくるような気がするんですけどもいかがですか。 まあ今お話伺いながら思ったのは多分どう当事者にしていくのかと多分議論に関わる人が。で議論に関わってる人自分が当事者だと思いがちだけども多分あのどこかでこれは最終的に行政が決めるんだとか最終的に後の世代が決めるんだっていうふうなオプションを多分無意識のうちに持っているがゆえにまああの。 落としどころのない話をしてしまうような部分があるのかなというふうに思っていたりしますで、まあ、また福島県の事例だと例えば農作物をあのどういうふうに作っていくのかもう一回信頼を取り戻していくのかっていう時にやっぱりすれば生産者ばかりが話をしてしまう場合 ができてしまうんだけれども、えー、生産者だけじゃなくて、えー、消費者の人にも来てもらって一緒に線量を測ってみたりこういう安全対策をしているんだっていうことをじゃあもっとこういう改善もしたらいいんじゃないかっていうことを消費者の方にも言ってもらうっていうような座組のまの、あ、今まではありえなかったような開放性を確保していたり。 でまあそれをそのままやっぱり、まあ、さっきの話と全く同じなんですけどもじゃあ高レベル放射性廃棄物に持っていっちゃうことはまあできなくてでそれ言い出したら多分じゃあ300年後の子孫代々の人たちも連れてこなくちゃならないっていう話になってくるわけですね。なのでまあ必ずしもそれは簡単ではないけれどもただ思考としてまあより多くのあの ものを言いたい人たちが当事者としてこの議論に関われるような枠組みを作るでそれはあのでも無限に作ることはできないから時間を区切ったりある空間を区切ったりっていうことがそれそう、まあ、今言ったような理念をまあ進められるのかなというふうに話を聞きながら思っていましたそうすると今の話っていうのはちょっとどちらかというとわかんない。ここ っていうものがなんとなく想定された後の話を私たち今してきちゃってるんですけどここっていう場所はどういうふうに想定されるの、まあ、まあ単純に言うと公募ないし申し入れという方式の中でなんてそこが選ばれた意味みたいなんてやっぱりすごく大事になってくると思うんですけどその辺り何かコメントおありになりますか今のようなことも含めて。うん、いやあのそこは答えがないです。うん 他の方いかかがですかどうぞ、はいえっと、今お二人話されたことは私さっきうまく言えなかったですけどもかなり言っていただいたなという感じがしていて、うん、その時間を区切って何かそういう小さい事業をした方がいいっていうのは、うん、まさにそういう場を作るという意味で矢路、うん、さん言われたようにいきなり処分場を作るので本気になってくださいって言っても、うん、それはもう入り口で先に進めないと思うんですね。ので で暫定保管施設っていうのでももしかしたらいきなりやるにはもしかしたらその重すぎる大きすぎる問題なのかもしれないですねので結局今その入門のそういう現場がどこかということですよねその体張って最後は私が持って帰りますからぐらいのことをじゃあ言えるような場所がそういう組織に今与えられてるかっていうと今工房を待ってる段階ですからなかなかその現場っていうのは持ってない。 ですからその人たちどれだけ本気で真面目にやってるのかあるいは何かやっぱり社会から見てちょっと困るよっていう人たちなのか本当のところは判断のしようがないと思うんですよ。のでえやっぱり例えばそういう穴を掘って見る施設を作るとかですね。今もうあるわけですけれどもそれはニューモが作ったものではないのでニューモが信用できるかどうかの判断材料には例えばならないと思うんですね。 やっぱり自分でそれをやっててこれだけこういう事故があってもこうやって対応しましたとかそもそも大きな事故は起こしてませんとか地域の人たちには非常に誠実に接しましたとかっていうその先ほど歴史っておっしゃいましたけどもそういうものを持ち合わせてない人があのこれでいいですかって言ってもそれは判断不能だと思うので何でもいいのでというと非常に語弊がありますけれども今あまりにもそれ現場がなさすぎる。それは 今の法律や制度の中でもしかしたら今の人たちが考えれば作り出せるものかもしれないのでそういうものがないといくら議論をしても結局はその本当にこれでいいのかどうなのかあなたのうちの隣に来るとしたらいいんですかっていうところまで掘り下げられないんじゃないかなという気がするんですけどそれがあってももちろんそんな穴を掘ってみてできたからじゃあ本当に埋めさせてくださいっても,もちろんそうはいかないですけどもせめてそういうものもなしで。 あのとてもじゃないけどいっぺんにそこまで社会としても判断できないんじゃないかと思いますなんかでも難しいな、えっと、そういうのが可能かどうかちょっと私一瞬分からないんですけども今ふと思ったのは、えっと、私たちこの問題に割と要は詳しい人たちはニューモ っていうのを認識してますけどそもそも普通の人たちは <laughs> 認識してるのかっていったら多分原子力の人たちっていう枠組みなんだろうなというふうに今ちょっと思ってたんですけども時間の方もちょっと休憩の手前ぐらいになってきて、まあ、最後に少しちょっと今松浦さんにまとめていただいているのをちょっと紹介したいんですけども他に何かこう言い残したもしくはちょっとこの論点でも別じゃないものでも構わないんですが何かご意見これはっていうのございますか ななかなかこうスパッと答えが出なくて難しいね難しいねって壇上で言い合っている気分になっていて非常に申し訳ないんですけどもさっきの責任の取り方っていうところでまあ体を張るとある程度信頼もできるとかまあいざとなったら責任取ってくれるんじゃないかっていうふうな発想になることもあるんですけれども例えばニューモの人。 事業を推進していいるというか事業を作業をしててていいいいる人たちととう,うに考えてもいいのかなと思ってますそういう人たちがあの処分場となったそこの土地の上に住むから責任を取ってくれるのかっていうと、まあ、そうじゃないしよく土地山さんが専門家としてお話しされているところにだったら土地山さんあなたのでもうちの庭にみたいなような発言をされ,るされているのも聞いたこともあるんですけれどもかそういうふうな。 あの責任それで責任を取ってもらえるかっていうとそうじゃないというふうに思うんですでやっぱりその処分どうするのかとかあの決めるのはここにいない誰かが決めたことが行われているっていうよりはこういうふうに参加してきた私たちがじゃあそれでいきましょうかじゃあ右でいきましょう左でいきましょうっていうのを、まあ、判断した段階でその私たちにも責任があるというふうに私は考えるので、まあ、ちょっとその本当はだからその行政のごみあの 市役所の横に生活のゴミのゴミ捨て場を作るとかっていうのも私は全然問題解決したことにはなってないと思ってただ感情的に気持ちが収まる人もいるというふうな話かなという考えを持っています、うん。 私これ私の意見なんですけど私個人的にこう責任というのもただ取れない責任があるなぁと思うのはあの万が一の責任で結局金銭で取るっていうことにどうしてもなってしまうと思うんですけど万が一の。でも 原子力の,その発電所ができてきたところとか今もしくはまだいろんな形で中で意見が割れてるところのその地域の中で意見が割れてしまった事実とかそれによってきしんだものっていうのは多分どうやっても責任の取りようはないですよねそれはそこに施設ができようができまいがで多分そういうところも視野に入れていくとまた男女でますます難しいという話になってしまうんですけれども。 どうでしょうあと10分ぐらいという感じですけどもう1つ、2つぐらい何かコメントございますかどうぞ、はいあのまあ、これまで地層処分のことがあのいくつか試みられてきて確か市町村の中には申し出をしたというところもあったと聞いてますけれどもやっぱりその今の感じだとその文献調査というなんか調査ということが始まったらあともうずっと行っちゃうというね。 そういういいイメージがががあってその文献調査にに入るることの重みが非常に大きい気がすすんですねなんかもうちょっとその前にもう少し丁寧なプロセスを考えてどこかでも撤退可能というかですね後戻りできるようなことができないのかなっていう気はするんですけどもどうも今あの本当におっしゃったようにですね あのなんか申し入れをするよってことになっちゃったらもう申し入れたこう公募候補候補候補です候補に応じるってことあ,あそうですねはいはい、はい、なった時にも本当に地域がむちゃくちゃなっちゃったりするという、うん、<laughs> そこまでいかなくてもなんかもう少し軽い軽い意味での手の挙げ方みたいなことを <laughs>、うん、<laughs> 考えられるのか,のかなっていう気がするんですけどね、うん、ただその場合やっぱりもう少し 手を挙げたとしても後戻りできるということがちゃんと確保されていないといけないと思うんですけど、ね、なんかそこがセットで多分制度的には確保できてるんですよねでも問題は制度として後戻りでできるということを確保できていることが全く,、まあ、信用全くというかほとんど信用されてないということで論点がやっぱりここでぐるぐるしてしまってるんですけども今おっしゃったことを言おうと思いました。はいはいだから そうなんですねだから制度としては確実に確保されてるんだけどほとんどの人がでも応じたらそのまま行ってしまうんじゃないかという懸念を持ってしまうでそれが否定できる材料というものを多分提示できてないということなんでしょうかね。どうしましょう少しじゃあ休憩の前にちょっとすみませんあちらこちらに行って取りまとめが難しかったんですけど松山さんざっとだけちょっとこんな論点がありましたっていうのをご紹介いただいてもいいですか えっとじゃあ私の方で実はまあごそごそ書いてたんですけれども実はあんまし議論にはならなかったんですが多分皆さん合意してるからならなかったんでしょうけれどもえっと,受益と塾ですかそこのまあバランスをえ取らなきゃいけないよねっていうところはなんか多分もう。 最初のうちにみんなそうですねっていうところで決まったんだと思うんですがじゃあリアリティを持ってくるとそれがどんどん全国の問題から地域の問題、その村の問題になってきてこの集落の問題もうどん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 こう結局はいろんなレベルであるということが分かったかなと思いますそこは新しい議論かなというふうに思いますあとまあえっと安全性の確保っていう面でいうとまあ議論にはあんまりならなかったんですがポイントとして出てきたのは将来えまで待つのかといったようなことをどうするかっていうようなのがあったかと思いますただえ ちょっとこれはあのいろんなところ飛んじゃってるんですけれどもえとタイムスパンの問題というのがあって暫定保管という形にすることで現実問題としてまあ合意形成が進む可能性はまあ福島の例を見てもあるかもしれないといったような話がありましたただまああの暫定保管というんだけども結局それにはまだあの他のリスクがあったりする。結局その暫定土地層という、まあ 1一か0かといったような話ではなくて結局、自動処分してもまあ今どうするのかという話は残りますよねということはあったかと思いますじゃあ具体的にどうやってやるのかというところはちょっとあまり議論にならなかったかなと思いますで、えー、とじゃあ信頼される人とか組織ということですけれども一つじゃあ,あのどんな人たちとかどんな組織かということですけど、まあ、現場にいたりとか体を張ってるっていうのは結構現実問題としてのポイント。 リアリティのあるポイントかなって言ったような話がありました。ただまあそれが責任とまで言えるかどうかというところはまあ若干議議があったかもしれません。あとえっとジュラクさんおっしゃってたことでまあ技術オプションというのはいろいろ出てくるけれどもそれに対する信用っていうのがまあ自身の後でそもそもみんなできるのかとあと先行事例がないっていうのもその高レベルの話だと問題かもしれませんよねというのがありました。あとあの科学者という側面で言うとまあ結局専門知識ってものを理解するのは難しいですよねっていうのは一つ。 なんとなくコンセンサスとしてあったかなというふうに思います。じゃあその時に専門家の役割っていうのはどうなのかっていうところで、えー、あの村山先生は分かってないことを明らかに説明するっていうのも一つだし、まあ、先ほどの話ですけど、まあ、自分が住むっていうのも一つのやり方ですし。 えとあとまあ科学者の集団ですけれども、えー、と田中さんの方からは、まあ、あの一つにするんじゃなくて複数あっていろんな意見が出てきてそれをもとに政策決定がまあ国民に関わるような形であってもいいんじゃないですかということがえとあったかなというふうに思います。あと、丸、え、山、ー、先生が、まあ、合意形成の必要性みたいなものがあるという中でいくつか具体的なえとアイディアが出てきて田中さんからはまあ政策部門のまあ人員が流動化したりとかあと定期的な見直しですねこれはもうあの3人の方がおっしゃってますけれども。えー 新しい情報が出てくるたびにそれを見直すような形を取った方がいいんじゃないかということがありました。もうそれはあの暫定他の話ともつながってくると思います。あと上山さんからま具体的な話としてまものの考え方として議論で政治的に決めるっていうのとまあのマーケットで市場原理で取引で決めるというまあその2つのものの考え方があるんですよということが行なあのあったかというふうに思います。 あととちょっと細かい論点は時間の関係で飛ばさせていただきましたが大きくこんなような流れだったかなと思いいまますす、はい、ありがとうございますじゃあ休憩に入るまでにあと34分ぐらいですけども今、少しちょっと振り返ったことも含めてここはというのは何か抜けとかあともう1つ、ここでちょっと論点を出しておきたいというのがおありになればと思いますけどいかがでしょうか。 よろしいですかじゃあ、えっと、少し早いんですが3分ほど早いんですけどちょっと一回休憩に入ってフロアの方々との、えっと、今度はディスカッションにつなげたいと思います。で多分何て言うんですかねすっきりした話を全くしてないのでフロアで聞いてらっしゃる方もモヤ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 って多分していらっしゃると思うんですけどもあのご自身のお考えでも結構ですしあのごまあ 先ほどの発言に対するご質問でも結構ですしまたあのここまでのところではあの田中さんには少し触れていただいたんですけども多分あの こういう問題を考えるときには原子力発電省、まあ、そのものをどういうふうにしていくのかみたいな話も当然セットになってくる議論と思っていますがあの特段今の論点にこだわるものでもないのでそれぞれにまあご発言をぜひお願いしたいと思いますで冒頭に申し上げましたようにあのできるだけ多くの方にご発言いただきたいんですけれどもちょっとこちらで指名するのも勝手に順番を決めるのもと思いますのであの発言のたちょっと手を挙げていただいていいですか発言のための整理券も休憩時間中にお配りします。で 先着順ではありませんのでその番号をもらっておいていただいたらこちらで何番の方何番の方というふうにふ普段を引きながら、えっと、あ当てていきたいというふうに思いますので発言をされたい方は休憩時間中に整理券の方をお取りいただきたいというふうに思います。